はい、どうもこんばんは、バイスの武です、本日も始まりましたバイスチャンネルは、金沢、石川県は金沢の、ウィリーズさんっていうバイク屋さんで、ショベリジを乗ってる、夏こと夏美ちゃんが、先日ですね、名古屋の方になんと一人で、日帰り自走で来たので、サジと僕とあと、まあ、朝からあとユーマと、まあ、4人で走って、まあ、夜まで一日中走りっぱなしだったんですけど、まあ、そんな模様を今回は前編後編みたいな感じで、お届けしていきたいと思います。でそんな前編の今日の配信は、知多半島にできた37カフェさんっていうおしゃれスポットですね、まあ、初めて行ってきたんですけど、そこに行ってきた模様とかあと、めちゃくちゃうまい中川にあるカフェ GA さんっていうところに行ったりとか、まあ、そんな模様を、バイクで走ってきたので、お届けしていきますのでご視聴よろしくお願いします。はい、その前にですね、今こちらにある、新作のキャップと、ロンティですね。はい、でこちらの方を明日から、バイスオンラインストアウェブ上で、発売スタートになりますので、バイス店頭でももちろん買えますので、ぜひぜひ週末天気も良さそうなので、こちらのキャップだったりとかあとこのルースレスからはこのロンティですね。これとあとこのバックプリントのこちらと、はい、まあ、これが3色ずつとあとはレッドテールからは袖プリのこのイーグルが両面に両腕にプリントされた、このロンティがまた3色とあとはこちらの、ラウドパイプセーブリブズっていうこの、T シャツから使っているこのデザインですね。はい、こちらのバッグもあって、はい、こだデザインのロンティを明日から発売になりますので、皆様、店頭オンラインストアぜひぜひチェックしてみてください。はい、そしてですね、今僕がこちら着てる、もう暑いんですけど今時期的にも、こちらが11月発売になるルースレスから出しました、超ヘビーアウターということで、今までの、アウターバイルースレスから展開しているダービージャケットとかフーディージャケットだったりとかよりも倍以上の、まあ、中綿入れたりとか、まあ、あとは防風フィルムっていうその風を通さないフィルムを2枚入れたりとかで、なんと全部で5層構造になっているこちらの、メルトンジャケット、こちらの方を現在ですね、で今日から予約受付開始で、来週の16日の木曜日まで予約を受け付けてますので、今季冬、真冬ガシガシ乗るぞって方や、あと街デートに行くときにももちろん使えるアイテムになりますので、マジであったかいアイテムを探している方はぜひこちらのルースレスのメルトンジャケットをぜひゲットして、着てみてください。よろしくお願いします。この商品のこのロッティだったりとかキャップ、このジャケットの概要欄、詳細は概要欄の方に、掲載しておきますので、気になった方はぜひポチッと押してみてください。それでは、本編の方行ってみます。どうぞ。Thank you.
食べ終わったの？あ、今食べてんの。道悪いな、やっぱこの道。疲れた。びっくりした。ちょっと